経済経営学部現代経営学科三つ星奈々子です。株式会社ヘルシーホームに内定をいただきました。ヘルシーホームとは岡山県を中心に展開しているハウスメーカーです。その中で私は営業事務として内定をいただきました。ヘルシーホームを知ったきっかけは学内単独説明会でお話を聞いたことでした。その中で事業内容などに魅力を感じて面接を受けさせていただいて、面接の中で社長さんとお話をさせていただく機会があったんですけれども、その時の役員の方、社長さんのお話をする雰囲気を見て、こんな職場で働けたらいいなと思ったのが一番のきっかけです。環太平洋大学には少子会という企業就職を目指す組織があり、私は3年生の6月から少子会の一員として就職活動を始めました。キャリアセンターから紹介していただいたボランティアで、岡山県瀬戸内市長船町にある日本一の駄菓子屋さんを経営されている企業と、環太平洋大学の学生とで駄菓子運動会を開催させていただきました。そのボランティアでは企画から運営まで携わらせていただいて、自分の中で大きく成長につながったと思います。またサッカー部で運営補助の活動をさせていただいたことも自分の中で成長につながったことの一つだと思っています。就職活動の際にはエントリーシートの添削や面接練習を行っていただきました。また礼儀やマナーなど就職活動をするにおいて大切なこともたくさん教えていただきました。温かい存在というか、いつこう大学ですれ違ったりとか、キャリアセンターにこうお邪魔した時にも、こうあ、奈々子ちゃんって言ってくれて、すごく温かい存在だなと思います。就職活動をする中で自己分析を行うことに苦労しました。自己分析の中で自分はどのような人なのか、第三者から見た自分はどんな人なのかというのを見つけるのにすごく苦労しました。また就職活動をする中で自分の中で譲れないものを見つけることにも苦労しました。社会人としてのスキルを磨いて成長して、仕事とプライベートを両立できる社会人になることが目標です。就職活動というとどうしても敷居が高く感じてしまって、何も行動に移せなかったりといったことがあるかもしれないんですけど、説明会に一つ参加してみたり、キャリアセンターにとりあえず足を運んでみたり、初めの一歩を踏み出すことが大切だと思います。そして、周りの就職活動の状況を見て焦ってしまったりといったことがあるかもしれないんですけど、その中でも自分のやりたいことは何なのか、社会人になってどんなことがしたいのか、どんな社会人になりたいのかといったことを自分としっかり向き合って考えていくことが大切だと思います。